こう見てまっすぐやん。ちょっと反ってるな。そうです。2本合わせるんですね。そう、2本合わせた。あ、なるほどね。ちょうどだからこれやったらどっちがあるのがいいから、すごいあの木目が出やすい。じゃあこれ見てみましょうか。これまっすぐビデオ見て、まっすぐでしょ。まっすぐですね。まっすぐでしょ。まっすぐ。じゃあほな他のやつを見てみましょう。はいはい。あら、これこんだけ出ない。あらあらあら。これ加工が難しいですね。そうですね。じゃあちゃんとこうやってこの端からこういうふうにね見て、こういうふうに見て、こういうふうに見てちゃんとチェックして材料を選んでやると。なるほど。これは OK ですよ。消費者として当然だ。はい、頑固者お兄さんの、教えにのっとって買ってきた材料が今回この3つであります。 5×20 薄い板状のものと、ちょっと飾りがついてる分ですね、飾りの、モールドがついた分、それから、四角い 1.5cm×20mm ですね、15mm×20mm の分ですね。で、このちっちゃい飾りの方は今回はちょっと使わないでおこうと思います。はい、ちょっと車両とかが大きいのでね、僕はあんまりこういうのは車両とか大きい場合は使わないです。この2つをですね、こういう風に組み合わせて、こんな感じですね。これだけだとね、ちょっとこう置いてても物足りない感じがするんで、せっかくなんでちょっとこうやってはい、つけて重厚な感じにしたいと思います。そしたら切っていくんですけれども、角はですね、こういう感じでね、45度の処理にしたいと思いますんで、これ部材取り出すとこうなりますよね。ここが22センチで、ここですねは、ここの長さはちょっと短くなりますよね。この分だけね、短くなります。幅が15ミリですんで、これの幅が15ミリですんで、ここが15なんですね。220ですね。こうなんで、両端で30ですね、30ミリですね、30ミリ短くなる長さになりますんで、190ですね、190ミリですね。220と190に切り出すという作業になります。そしたらで、ね、まず220のところに点を打ちたいと思います。220、ここですね。これ220ですね。ここにまっすぐ合わせといてですね、直角の出る類のね、スコア的な定規で当てまして、こっちをね当てて、こうですね、こうしっかり当てて、で動かないようにしつつ線を引くと。本当はスコアが使いやすいでしょうけどね、こうですね、ずれてますけど、そしたらここが15ね、ミリ減りますんで、ここが起点ですよね。ここが起点としたら15ミリですね。15ミリ、これと同じ対面に。